ダテルネはですね、はい、渡山本新地で、まあ、先月の1月の12日から、2月の14日まで約1ヶ月間、この地域内で、まあ、いろんなこう技能を持った人だったり、なんかチャレンジしたかったんだけどできなかったっていう思いを持っている人たちを達人として、まあ、ご紹介して、達人の方がそれぞれその、プログラムを皆さんで作っていって、うん、それを、また地域の人に体験してもらおうというようなプロジェクトで始まりました。今回ですね、24のプログラム、24の達人が、うん、地域の中で皆さんと一緒に何か体験できないかということでチャレンジをしたという、まあ、プログラムになっております。はい、今日はですね、渡里町の加藤和夫さんという方が、まあ、もともと岩手の出身で、おばあちゃんからずっと岩手 の南部藩の郷土料理のひっつみというのを教わって、その、まあ、味が忘れられなくて、うん、でそれを、まあ近所の人だったり、あとはこの地域の人と一緒に、まあ、作って作り方を覚えて一緒に味わいたいということをもう常々して、じゃあもう達人になってよということで達人をやってもらって、今ちょうど仕込みをやっております。はい、こちらのこれですね、ひっつみ、はい、体験させていただきます。はい、ここが始まりました。一号二号とか、島で作るやつでしょ、ああ、こうやってね、はい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 、練りながら一に、あと補給してきます、ね、はい、なるほどなるほど、まだまだ来る、なんかお団子みたいにして入れるのが水筒なんだよね。ああ、うん、小さいので、小さいので、やってみますか。完成だと思います。完成。お味はいかがですか。それは大““そうだよね。本当にね、美味しいですよ。あったかいし、すごくあったかいし、みんなの愛情入ってますもんね。あ、そう、ひつみ。どうですか。美味しいです。美味しいです。達人。はい。大好評ですね。よかったね。よかったですね。毎月は抜けないんだけど。